皆様こんにちは、ケイシーです。今日はですね、8月9日金曜日ですね。ですね、今日は、午前中、うちの、ワンちゃんですね、ちょっとね、葬儀がありました。今週のね、火曜日、8月の6日ですかね、朝8時ぐらいに亡くなってしまいまして、今日、葬儀の方を行いました。年齢はね、もう19歳だったんですよね。まあ、だいぶ頑張って楽しく生きてくれたのではないでしょうかね。うん。まあ、いい思い出たくさんありがとうございました。うん、本当にね。楽しかったですね、19年間ね。で、ですね、私ちょっとバイク乗ってるんですけども、まあ乗り始めたんですけどもね、うちの、ワンコ、トイプードルの、ココアちゃんなんですけども、まあね、6年、6歳か7歳、そのあたりですかね、もう目が見えなくなってしまって、まあ早いですよね。で、ちょっとね、いろいろなところを見せてあげられなかったので、ちょっとね、一緒にバイク乗って、いろんな景色を見せてあげられたらなと思って、ます。はい。この子をね、ちょっとね、ココアちゃんだと思って一緒に旅したいと思います。それで、ココアちゃんのね、遺品をちょっとね、装備させてあげて、旅をしたいと思います。で、それがですね、こちらですね、ココアちゃん。目が悪いってことで、ゴーグルしてたので、こちらを、ね、はめてね、お目目守っていきましょう。で、ココアちゃんですね。ペンダント作りました。で、ここにね、お骨が、入ってます。パウダー状になったお骨ですね。ここに入れてます。じゃあね、装備しましょう。よし。OK。ね、取り付けていきましょう。よし、こんな感じですね。ね、ここカッポホルダーあるんで、ここにつけようかなと思って。こっち？なんか、不安定。まあまあ、こっち側にしましょう。向かい合っていきましょうかね。こんな感じですかね。いいじゃないですか。よし、ココちゃん行くぞー。はい、行ってみましょう。よし。行きましょう。で、今日はですね、一緒に旅するのは、とりあえず、夏ってことで、海岸線でもちょっとね、ドライブしたいと思います。まあ、ルート的には、まあ、遠野は海水浴場、バンジンからですね、ずっと行きまして、天竜の里ですかね、道の駅、そこまで行ってみたいと思います。一緒に行こうねー。
到着しました。ちょっと景色を見てみましょうかね。いやー、綺麗ですね。あ、綺麗ですね。結構鳥が結構いますね。よいしょ、降りてみましょう。よいしょ。よいしょ。よしと。あ、海の匂いですね。よいしょ。お、危ない。いやー、ずっと見てられますねー。はーい、これで今回の動画は、はーい、ココちゃんですね。ココちゃんもこれからも一緒にいろんな景色見ていこうねー。これで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ケッシーでした。